こんにちは。一級建築士インテリアコーディネーター宅建士の金黒です。人生の中で住宅を購入するということは一大イベントです。どのタイミングで家を買うのか迷う方も多いと思います。最近私のこの YouTube チャンネルでは風水から見た住まい作りの動画を始めていますが、今回は風水から見た家を買うタイミングをご紹介します。良いタイミングで家を買うと運気が上がり、逆にタイミングを間違うと運気が低迷します。土地を買ったり家を建てたり、マンションや建て売りの購入を迷っている方にとってお役に立つ動画です。ぜひ最後までこの動画をご覧ください。またこのチャンネルでは住まい作りにお役に立つ情報や今後住まいで変わる運気などもご紹介していきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。風水には同質結集という考え方があります。この世の中は同じ質のものは集まり、質が異なるものは離れていくという考え方です。物の比重の重いものは重いもの同士でだんだん集まり、比重が軽いものは軽いもの同士でだんだん集まっていきます。比重の重いものは残り、比重の軽いものは動いて集まる状態です。人も同じで、同じような考え方や同じような習慣の人は集まってきます。波長が合うので居心地がよく引き寄せられます。俗に言う類は友を呼ぶ状態です。お金が欲しいと強く思うと、今お金に困っている状況なので、さらにお金が離れていったり、強く異性を好きだと思うと相手からすると気持ちが重く相手が遠ざかります。心に余裕がない状態は次の余裕がない状況を引き寄せて、状態が改善せずに逆に悪化することがあります。心がマイナスの方向に向かっているとマイナスの状況が強まってきます。つまり心の状態がマイナスの時に家を買うと、家を買ってからも運気が悪い方向に行ってしまいます。本来家を買って住環境を変えるのは大きな変化です。風水では変化は運を呼び込んでくると考えます。今はそれほど言われなくなりましたが、家族に不幸な出来事があった時は一定の期間を置いてから家を買うのが一般的でした。亡くなってから四十九日住んでから考えるみたいな習慣です。それは心の状態がマイナスの時はさらに悪い運気を引き寄せる可能性が高いためです。逆に結婚や子供の成長や仕事での昇格のタイミングなどは環境が良い方向に変化している時なので、心がプラスの状況になり、家を買うタイミングとしては運気アップの追い風になります。つまり心の状態が後ろ向きの時は家を買うと運気が下がり、心の状態が前向きの時は運気が上がります。土地や家は心が前向きな時に買うと運気が良くなります。私は住宅のお手伝いをさせていただく仕事をしていますが、打ち合わせが楽しいとお客様の運気が上がります。お客様にとって打ち合わせが楽しいと思っていただけるように心がけていると、お客様から感謝していただいたり、住宅を検討している方をご紹介していただいたりと、またそこで同質結集の法則で類は友を呼ぶ引き寄せから関係者すべてがハッピーになります。家を買うのは心の状態が前向きの時に検討してください。今回は風水から見た家を買うタイミングについてご紹介しました。今回の内容をじっくり記事でお読みいただけるようにブログにも掲載しています。ブログ版スマイルチャンネルもよろしかったらご覧ください。またこのチャンネルでは住まい作りにお役に立つ情報や風水から見た運気についてもご紹介しますので、チャンネル登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは。